こんにちは、ノムです。パープルプリーズでやっています。今回は、天才の入部届を持ち込んでっていう話をしようとしたらいきなり覚醒したんで、ここからやっていきたいと思います。ということで、行きましょう。はっ、うわー、まだある。まだある。そしてこれが、僕がね、ショートカットをね、間違えてしないにしたらね、こっちになってしまったっていうところからの、ついてない。ということで行きましょう。で、今回は、まあ、前座を使った回をやりたいなということで持ってきました。で、この動画が上がる日に天才確定のサクセス、天才千丸確定サクセスか、がやれると思うので、だからその前哨戦的にもね、一回サクセスやろうかなって感じです。ちょっとね、喉の調子もあって、あんまりサクセスやってなかったんですけど、ここ数日。まあ、これは一回やっとかんといかんなっていう感じでございます。で、天才と招き持ち込みですね、行きましょう。招きじゃなくてもよかったかな。まあ、進む入れてますしね、ちょっとその辺も。考えつつやりたいですね。あとは全財を引退させないように立ち回らないといけないっていうのが今回は一つありますね。おー、肩強いけど。まあ肩からいきますか。せっかく勝ってますしね、ここ。まあキリルも別に悪くないんで。からの。いやー、まあほんと強いっすね。エンブ君マジでめちゃ強いわ。使いやすいっすよね、とにかく。これメンタルでいいかな。メンタルでいいんですが、ひとまず上げれるところは上げれない。上げれない。上げれるところは上げたいなって思ってたんだけど。オッケー。お、ナイス。勝つ分には全然いいですよね。負けられるとちょっと困っちゃうんですけど。守備いいじゃん、3人。今んとこ順調です。からの、ミニトカーソルは49層ですね。これでとりあえず。キリルは評価いった。全財。まあ、大丈夫でしょう。ナイス。しかも、ラブパワー入りましての。お、あ、まあ、こっち先上げるか。うわ、上げれねえ。上げたいんだけど、上げれない。打撃も強そうですね。現在、まあ、打撃かな。そんなに、まあ、進むも踏みたくないしね、今。ナイス、回復。からん、順位が上がりましたね。これで、9か、今。おー、いいね。タックをガシガシ踏んでいきたいわけですかね。やめて！お、ナイス！効いたー！ありがとう。めちゃうまいわ。発生条件全くわからない。野球の悩みで。うん、印象ありました。これはありがたいわー。今取られたら結構痛かったですからね。いいよー。ちーちゃんも。ここはなんとか綺麗に回避できまして、アタックガシガシ踏んでいきましょう。で、ここは臨床点をもらっておきます。ラブパーなくなりましたが、レンちゃんの捕獲もしっかり間に合いましたね。さすが、招き猫。おぉ。あんまり進む、踏みたくないので、ちょっとこっち行きますけど。よしよしよし、40アップ。そして、しっかりと。この総力のコツもでかいですよね、前座に関しては。普通にありがたいよ。もうすでに4位だわ。結構上がってますね。吸い出してもいいが。ちょっとキリルというか、進むは踏むと1位がね、相当遠ざかるんで。あまり踏まないようにしながら前に進みたいです。よーし、パーティー。わー、ちーちゃん、ナイスー。でかい。もう終わったかと思ったけど、今一瞬。カタレンでもいいですが、ここはキリル行こっかな。二人上げた方がいいかな。それなんか、吸い出しで、ちょっといい感じのものがないですね。ここはキリル行きましょう。
うん、筋肉もまあまあ溜まってますね。いいよ。そこそこいい感じなんじゃない？ 2500 点。まあまあ出てますね。からの威嚇孤児かな。うん、これで、上を落としておきましょう。で、今3位と。現在いいっすね。現在急ごうかな。527。パワーヒッター取ります。うん、現在吸い出します。てか、キリル吸い出せないか。うん、ちょっとまだ忍耐ないんであれですけど、しょうがないですよ、ね、これ。負けられないな。やめてー。キリル吸い出してーな。勝ってるんだな。231。230。おー。そうか、吸い出せないのか。現状ちょっと危険が伴う感じですね。したらメンタルですが、ぜんざいが結構危険な水域まで来てますね。122か。もう触れんな。ありがとう。超タイミングいいわ。うん、素晴らしい。わー、強え。なんだこりゃ。さすがにこっち行く。480とか入ってましたね、技術。えぐい感じのが。これはさすがに踏むしかない。強っ。やばいな、800点入ったわ。過去に1回1000点級入ったことありますけど、ね、やばいっすね、デフォルト。からの。潜在、まあ、ここはマスク吸い出しかな。普通に踏んでもいいですけどね。祝いとか。まあ、もろもろ踏めるしっていう感じはあるな。今、忍耐ないから吸い出しにくいのも結構あるので、普通に踏んでもいいかな。ダメかな。ここは、踏んどくべきなんでしょうか。わかりません。わからんな。これでもう負けることはほぼないでしょう。下手に出る。うん、野球マスクもイベントが走り始めまして。メンタルちーちゃんですね。吸い出しましょう。結構いい感じかもしれんな。忍耐がないんで、そこのポイント消費だけしんどいものがあるけど。ナイス。いい感じ。よし、成功。潜在は、ポイントないんで貯めていきたい感じはありますね。その逆境とかか。広角打法をもらいましたね。食べき欲しいしね。逆境直取りしますわ。で、ちょっと安倍比ください。ナイス。押さえといてよかった。お、いいね。おばちゃん。いけてるじゃん。おばちゃんこれで見ますわ。救えるんなら救いたいのと、まあ、前回とかもね、ポイントの方になってるんで。これは行くでしょ、さすがに。オッケー。うん、いいんじゃない？1万点いけるかな。現状はまあいい感じだと思いますけどね。ポイントをさばいて369。うん、進むですね。ここは守備力をさばいておきますか。ただと査定はまあ余裕で大丈夫なので。91。91意味ないのかも。天才覚醒しねえわ。そういえばもう上げて大丈夫ですよ。パワーちょっと上げとくか。で、
読みましょう。うん、いいんじゃないですか。今のところはいい感じだと思うけど。よーし、大吉。ナイス。うーわ、強い。えぐ。これはありがてえ。強い。やっぱ人集まると半端ないっすね。684入ったな、わーちゃんだ。スキラー。で、ここもしっかりとイベント進めておきます。強いよ、このダブルタック。まあ、いいかな、取ってあげて。強いしね。で、キリルがびっくりしてるんで、ただ、別に欲しいもんないか。これでもいいな。えぐ。うん、キリルのストレートキラー。しかもこれかなりで掴めましたね。わー、さすがに今はいらん。最大値とかもちょっと今減らされると、めっちゃ困るんでね。そうか、進むが技術全く持ってないんで拾いにくいですね。これ見た感じ多分キリルも、筋力はもう溜まりきってる可能性が高いな。しかも筋力いらんしね、別に。うん、これ筋力溜まりきってる可能性が高いですね。だったらメンタルとかでもいいか。っていう感じはちょっとありますね。OK。ちーちゃんはさっき吸い出してますからね、メンタル。打撃、守備いいね。うん、守備いきます。まあまあ、いい感じなんじゃないですか？悪くないとは思う。9840点、めちゃくちゃ出ている。インター一応入ってきた。保管と堅実。保管かな？これでばあちゃんを作れるかもしれません。からの471、現在。現在は、吸い出すとちょっと危険がありますね、そろそろ。メンタルかな？うん、いいですね。これで1万点いきます。走塁欲しいな、そろそろ。ああ、一回踏んでもいいですね。てか、キリルすごいな、ポイント。キリルはもう、フルマックスですね、ほぼ。もうフルマックスってやばいな。うん、オッケー。で、ちょっと吸い出したいな、キリル、マジで。うん、ここは、走塁いきます。うん、やっぱり前在のタック能力が相当ありますね。ちーちゃんにも便乗が入りました。振り出ししたいよ。ナイス、溜めた甲斐がありましたね。そしてテフ長、うん、そろそろ吸い出してえな。吸い出すべきところがないかな、正直。ここダブルタックになってるので一回踏みます。やる気もね、ラブパワーでちょっと持たせたらいいなって感じ。いいか。ただここはやる気がしっかりと戻ってきまして。991。ここは、おー、キリルでもいいけど。うん、キリルでもいいですね。さばくだけのポイントが70、あと70か。満塁男取ったらちょうど良さそう感もありますけどね。64、まあこんな感じか。で、キリル行きましょう。
さすがに溜まりすぎなんだね、君。つえ。洗剤も結構持ってるんじゃないかな。おわー、キリルいいですね。557か。打球のビーとか取りましょうか。これでどんなもんでしょう。608、もうちょいか。ささやきとキャッチャーかな。キャッチャーはまあでも、スムがくれたりするから。先にささやき破り抑えましょう。この辺じゃなくて、あった。あとは、対左とかですが、まあ取れないですね、現状。さよなら男。こんなもんか。801。抑えられるものがあれば、盗塁アシストは取ってますね。カット打ち取るか。取るか。まあ、これで限界なんで、これでいきます。キリルのポイントが溜まりすぎ。ちょっとね、技術のところはね、さっさと乾かないと、あんまりよろしくないんでね。これ多分確定コースがすごいんだ。ナイス、キリル。ありがとう。ちょうどここ星取ったな。うん、ちょうど綺麗に触れたし、ありがたいですね。キリルからバシバシ吸い出し。岩井頑張って。うわー、いやー、その下克上はマジでいらん。今、敏将入れたよな。敏将はほぼカンストしてると思うので、ちょっと走塁は選びにくいかな。早急かな。筋力いらなさそうだよな、ただ。よいしょ。うん、技術もちょっとカンスト気味でした、ね。敏将か。ちーちゃん。まあ、取れるんだったら取りたいかな。取れるかどうかわからんけど。総力バーストいけばいいか。バランスが難しいですよね、この辺の。652。ほぼフルですね。372か。まあ、敏将系を抑えれば多分、大丈夫だとは思うので。守備移動とか取りたいかな。まあ、15か、これ。911。うん、OK。ナイス。いい感じですね。この15回復もめちゃでかいわ。来ましたね。ちょっとポイントは溜まりきってはいますが、261か。どうしよう。技術半端ねえな。とんでもないことなってますね。打球のビーフか。多分もう、やってもやってもだと思うんで。ナイスー。強い。新眼台来ました。からのラブパワー来ないんで、ちょっと体力具合がしんどくなってきましたね。ちーちゃん。おー、石沢。メンタルか。次から次に大変になってきますね。210か。なんとかさばけてないかな。さばけてません。チャンス取っちゃいましょう。あと70。これと粘り打ちでいいかな。ちょっとこれまた、マジでこれ天丸でやりたかったな。めちゃくちゃ来てる気がするわ。回復して。うわー、いい。沢渡り、この15、超大事なんだからよ。ばあちゃん。おー、強い、これも。あ、前座が。困ったなー。筋力あればね、これ、うまーくさばけるんですけど、今筋力がないので、ちょっと困ってますね。海岸かな。あんまむやみやたらにしたくないんですけど、ここはもう明らかに踏みたいので、ちょっと精神技術でいきますわ。なんかいいの来い。牛若丸。バランス的にはいいけど、さすがにこれは取れない。セーブ、いいんじゃないですか。もう一回行きましょう。ちょっと使わんとダメっぽいですね、民衆も。ローリングだと、まあ悪くなさそうだけど。おい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 、やめろ。
はぁー、つら。開眼したものが全て外れでしたね。しょうがない。ドリダでもよかったね、今のだったら。ぶっちゃけ。とりあえずここは進むから、しっかりとメンタルを過ごします。打撃とか、来てほしいな。肩か。ああ、弱い。おっと、すごい人数いる。いるけど困ったね、これ。メンタルが完全に崩壊してますね。筋力入れるしかないもんね。まあ、どうせ全部消えるんならムード取ってやるかな。まあ、これ結構いってそうだな。バントコツからのタイムは出さなかった。18000点。まあいい感じですね。孤児。うわー、孤児だけか。探求かな。心霊別に入れる必要ないでしょ。真の肩、信じましょう。からの、とりあえずここでさばいて、技術意外とないですね。おっと、これは強い。まあ、さすがに一回先吸い出しですね。これはもう、吸い出さんと、どうしようもないかな。ちょっとメンタル挟みてえな。全財。全財、161か。ちょっと怪しいな。まあまあ、一回なら踏めそうですね、これ。メンタルなら踏んでも大丈夫そうだな。なんとかは、なりそう。もう、でも、もう、洋不面なって感じですね。進化。もう、これ筋力相当持ってるでしょ。999ですよ。まあ、ちーちゃんでもいいですね。ここに関しては。困ったな、これ。マジで。ちょっと、行き過ぎ感、やばいな。呼吸とか固めしたことありますか？この辺の取れそうなやつ。うん、383なんでこれ乾燥しますね。強い。帳尻合わせ。まあ、筋力大丈夫そうだけどな。オッケー。優勝とメンタル。お、下克上。うわー、ちょっと下克上、起きすぎじゃないですか？起きすぎじゃないですか？わーちゃん。わーちゃんも、お役御免でもいいけど。お役御免わーちゃんでもいいんだけど。これさ、起きないかな、マジで。ラブパワー。欲しい。うわー、来ないか。お、強っ。それは強い。これ、ラブパ欲しいな。来い。なんでだ。ラブパ来ないともう回復できないですからね。メンタルわーちゃんが頑張ってくれるなら話は変わるけど、ひとまずこれを上げさせていただきの行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。 OK ですね。なんとか勝てました。さらに体力が、わー、もうなぜそういうことするん。メンタルおらんしね、人。うん、一回レンチャンでもいいな。まあ、無理して取る必要ないですね。OK。専属マネージャー効果。お、乾燥してないのか。意外ですね。おーい。もう一歩早く頼むわ、それ。現在行きたいけど無理かな。ここは、ブワーっと、使いまして。ありがとう。それでよし。わーちゃん頑張れ。おわー、よかった。ここまで頑張ったからね。よく生きてるよな、まだ。誰か待遇いるかな。あ、武田か。武田巻き込み事故でお亡くなりなんで、まあ、これは正直しょうがないっすよね。わー、切るかな。よーし。いいね。悪くないんじゃない。武田は残念でしたが。あとはちょっと技術が。ちょっとだけもったいなかったですね。40点ぐらい損したかな。うん、吸い出ししたいな、ここはもう。
まあ、しょうがなし筋力かな。778。うん、不動の4番のこともあるんで、まあ、いいでしょう。ちょっとメンタル行きたいわ。怪我しに草とかまだなんだ。不動の4番も、サクッと取りましょうかね。うん、いいんじゃない？割といい感じのバランス。行きましょう。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。よし、完走。メンタルください。ナイス。これはマジでナイスすぎる。これはがっちりナイスタイミングですね。特集取って、で、A メンタルです。880か、今。おー、キリル、ありがてえ。うん、行きましょう、キリル。強い。体力がもう一回ぐらい休まんといけんかもしれん。っていう状況にはなってますけどね。バント。あとは、鶴瓶打ち、奇想本能、アイコンタクト。ちょっと敏捷欲しい感じか。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。ナイス。おー、頑張れ。おーい、なんでだ。結構ポイント持ってるから、それしんどいんだが。それは痛え、普通に。普通に超痛え。泉ちゃんから敏捷持っておきましょう。一回休まんとダメかな、マジで。これはね、無理ですわ。休みます。二回も休んでしまったな。まあ、しょうがないけど。からのスイープと、この辺は先取ってバランス見ておきましょうかね。うん、いいんじゃない。で、まあ、メンタル一回ぐらい踏んどいて、呼吸106いっといて、まあ、こんなもんでしょ。あとはキャッチャーか。いきますか。はい、勝てました。次、行きましょう。OK ですね。ナイス。からの、あと2周。わーちゃんでもいい。うん。ここは、進むかな。ちょっと使いすぎないようにしながら進みたいですね。よし。まあまあ、いい感じですね、多分。キャッチャー取るか。ちょっと筋力多いけど。まあまあ、とりあえず次の練習見てからでいいですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。OK ですね。さあ、ラスト1ターン。金、おー、敏捷で良さそうかな。敏捷の裁くとかあるかな。スイープも取りましたもんね。どこでどう取るんだろうみたいなところが、ありますけども。ポイント的には一番大きいかな。ポイント的には一番大きいですね。なんか使えんのかな？使えるんだったら、まあ、使えそうだな。速攻とかもあるし。うん、守備移動を取っていくか。OK。まあ、いいでしょう。で、盗塁。まあ、印象余りそうですね。この感じだと。あとは、高い。攪乱も取ることにはなりそうかなとは思いますが。ひとまずこれで、行きましょう。はい、勝てました。ということで、なんとか綺麗に終わりました。あとは、潜在くれるかな。おはー、くれました。ありがとう。で、レンちゃんからもエピルクしっかりもらいの。うん。うん、いいですね。31,193 点ということで、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。で、こんな感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。15,16,17段ですね。角21の集客18です。いやー、全然やっぱ強かったっすね。普
通にこれ使えんな。はい、ということで PF6 でしたね。まあ、もうちょっと査定的に伸びて欲しかったですが、まあまあこんなもんかなっていうところと、まあ全体でやっぱ強いなっていう印象はあるので、まあ、ここをうまく活かして、まあ天丸作戦で頑張ってやりたいかなっていう感じですね。はい、ということで、皆さんも天丸サクセス楽しみにやっていきましょうということで、まあ、そのうちまたサクセスの方が、まあ、ちょっと毎日は今しんどいので、毎日上がるかどうかわかんないですけど、まあ、ちょこちょこと上げていきますので、ぜひぜひ、応援いただけたら嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。